暗記をメインとして出す資格試験の価値っていうのが、なんかコード書くときに、チャット GPT。AI 技術は資格試験勉強に活用できるでも、卓球とか行政書士とか、あそこら辺って、取っただけで食えるかっていう、はい、えー、近頃 AI の成長がどんどん進んでますが、これからの時代、どのような勉強に有用性があると考えますか現在のような暗記表明の試験勉強は必ずあなのか勉強スタイルがどんな風に変わっていくのか気になります。 小説ありますよねー。でも、ードさんタイプだと、もう、こういう、そのテストが出ます。よし、じゃあ、それを合わせてやろうっていうだけだから、はいはい、あんまり時代と関係ないスタイルな気がしますけな、ね、そうですね。はい。まあ、なんか、なんて言うんでしょう。まあ、業務やっていく中で、あれ、これ、例えばチャット GPT で、代用できるじゃん、みたいなものは、どん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 出てきてはいるので、じゃあ、果たして、うん、 うん、そうですよね。暗記多めの試験勉強。そもそもだから、なんて言うんでしょう。暗記をメインとして出す資格試験の価値っていうのがなくなっていくというか。うんうん。それはあるのかもしれないですよね。まあでも暗記多めのやつで、その資格取って食えますっていう資格もうあんまないんじゃないかなって思うんですけどね。あねあ。でも例えばですけど、うん。卓研とかって、 結局はその法律でなんて書かれてるかっていうことを問う、4、まあペーパーテストじゃないですか。はいはいはい。だから一応その暗記っちゃ暗記なんですよね。でも宅研とか行政書士とかあそこら辺って、取っただけで食えるかっていうと。はいまあ、そうですね。弁護士とか最近取っただけだと食えなくて、ねはい、お客さん探すの大変みたいになってるじゃないですか。うん、はい。 そこら辺のなんか記憶しました、うん、資格取れました、で、すぐ食えるかっていうと、もうそういう資格あんまないんじゃないかなっていう気がしてて。はいうん、そうですね。まあ、個人的には公認会計士とかはかなり、あ<ー><の>まあ、それは食えますね。 別に会計士やらなかったとしても、幅広く CFO とか開かれてると思うんで。公認、うんうん、会計士とか、簿記系のって、その暗記というより、はい、こういう状況です、これをどう仕分けしますかっていう、あのうん、実務に対しての処理能力じゃないですか。はい、だからなんか、記憶系ってググれば出てくるけど、処理能力系ってググっても出てこないから、はい、だからそういう意味ではやっぱ、その業務につながりやすいから、割と有用な資格になるのかなと思うんですけど。うん、そうですね まあ、AI、AI とか、もう、じゃんじゃん活用されてますよね、きっと。さんも。んん僕、あんま使わないんですよ。え、なんか、コード書くときって、チャット GPT にポーンって投げたら、そのまま書かれたコード、書いてくれるみたいな。なんか、あの、 その、な、それがちゃんと正しいのかどうかを確認するのの方がめんどくさいし、はい、だいたいちゃんとその想定したものが出てこないんで、えーんでね、一生懸命細かく言えば、ちゃんと適用させてくれるんだけど、はい、そのチャット GPT を教えるぐらいなら自分で書いた方が早い,、はい。早い、なるほど。なんか例えばバグとか起きた時に、これバグ吐き出してるんだけど、どこが悪いみたいなのをそのまんま投げたら、 入ってくるみたいな。いやー、でも結局そのチャット GPT の情報ってインターネットにある情報が出てくるので、はい、なので、でね、あの、エラーメッセージを書いて、インターネットで探すと、割とその最新の情報が手に入るんですよ。うん、で、チャット GPT やっぱクロールそんなに早くないんで、うん、データが新しいエラーとかだと、そこまでデ,データ持ってなかったりするんで、うん。なので、最初からインターネットに聞いた方が早いっていう。へ、えー、じゃあ意外と、なんかもう、え、それ GPT にやらせればよくないですか って言ってるひろゆきさんの姿が思い浮かぶんですけど、<laughs> <ー> <laughs> 意外と使われてないんですね。うん。あとそのチャット GPT が昔は URL 出してくれたんですけど、最近出さなくなったんですよ。はい あの、その根拠となる URL を書い教えてくださいって言うと、こういうサイトがあってっていうので、はい、そのサイト見に行って、チャット GPT が言ってることが合ってるかどうか確認するってやつなんですけど、うん、そう URL を最近出さなくなったので、言ってることが正しいかどうかわかんないですようん、うん。なるほど。確かに。<で>原文に当たれないって結構でかいですよね、うん。だからめんどくせえっていうので、ほとんど使わなくなりましたね。あ、そうなんですね。うん。 続いて、広告営業や航空マーケティング関係で持ってた方が良い資格ありますかありません。あると思います。ないですよね。はい <laughs> てか、資格、持ってた方がいい資格って基本ないですよね。<music> まあなんか、弁護士持ってて広告営業やってたら、なんでっていうその話の種になるよねぐらいな話だと思うんですよ。うんうん、そうですよね。なんかマストななものって基本ないし、うん うん、例えば、独占業務の企画とかだったら、取らざるを得ないみたいなところはあると思うんですけど、うん、あ一1個あった。何ですか、ありますか<解>運転免許。<laughs> まあまあまあ、確かにそうですね。営業で得するのは運転免許、確かに。地方で広告営業やりますって言って、運転免許ありませんって言ったら採用されないですからね。うん ね、そう考えると、資格の中で一番便利なのは広告、広告関係なく自動車免許かもしれないですね。うん。自動車免許は、まあ、あって、絶対損ないですからね。お<ー>でも、あって損した。これから自動運転になるじゃないですか。うん、うん。運転免許ってどうなってくるんですかねもっと簡単になってくるんですかね、まあ、誰でも取れる。免許みたいな感じで簡単にはなってくるんじゃないですかね。うん、そうですよね。じゃあもう、とりあえず取っといて、損ない企画。 だ原付とかもうあの実技試験ないじゃないですか、基本的には。うん。だから多分ああいう感じになってくんじゃないかなと思いますけどね。うん、確かに。一応そのお酒飲んではいけませんとか、その赤信号の時と止まりましょうみたいなのを、その <laughs>、はい、分かってるかどうかのじ、その、あのペーパーテストもあるだろうけど、いけはい、実技に関してはもうなくなってくんじゃないかなと思いますけどね。うん。 あでも自動車学校の雇用って結構あの、辞めた警察官の受け皿になってるから、<laughs> そういう意味でいくと利権としてなくならない可能性も。天下りじゃないですけど。うん。あの、免許センターで免許をもらった後の講習の教科書ってあれ買わなくてもいいのにみんな買わされますよね。<laughs> うん。 しかも結構高いですよね、ええ、全部。で、そんなあのなんとか協会っていうところが、全部警察官の天下りがやってるところで、そういう利権関係があるので、<laughs> そういう意味でいくとなくならないかもしれないですねうんね。真面目な質問申し訳ないですが、お二人は昨今の東京大学の学費値上げや、はい、貧困家庭の東大進学、どう思いますかおちゃんとした話題が。いや、そうですね、難しいですよね、これ、こちら。 なんか、まあ、事情があるのは、そりゃそうなんですけど、急になんていうか、値上がりしたじゃないですか。なんかこう、事前に、こう、大学入る前の時点で、学費が上がるって分かった上で入ってるんだったら、 いや、上がるって言ってたから、もしそれに文句あるなら、ね、別の大学行けばいいじゃんってなると思うんですけど。確かに、入った後上げるはちょっとどうなか、ね。はい。かわいそうですよね。<ー>聞いてたのと違うって。確かに。その視点では確かにそうですね。はい、そうです。<ー>事前に分かってるのであれば、いや、それを踏まえた上で、うちの大学選んだんでしょっていうのが、多分、正当化されると思うんですけど。 ちなみにその東大まで行く人だと、なんだかんだ言って奨学金取ろうと思ったら結構いろいろ取れそうじゃないですか。いや、実際そうなんですよ。だからこそ逆に、え、ほとんどの人大丈夫だからいいじゃんって思われてるがゆえに、その結構本当に金銭的に困ってる方が、肩身狭特に肩身狭い思いをするというか、 んこんなに周りの人みんな大丈夫で世間からもきっと裕福なんだろうなって思われてる中でいろんな書類を書いていかなきゃいけないっていうそこがより一層心理的負担が大きいっていうふうには聞きますね。心理的負担はあると思うんですけど、はい、その、はい、奨学金が取れる、取れないけど貧乏な家庭、東大生って成立しうるんですか 奨学金が取れないけど、ああ、いや、なんか、東大に受かるくらいだったら、奨学金なんだかんだってどれか引っかかる気がするんで、はい、だから、まあ、本当にお金がないが、ね、実は東大生においてはない、はい、成立しないのではないかって気がちょっとしてるんですけど。いやー、でも意外と東大生ってそんな別に成人君主ばかりじゃないので。ああ、そっか。頭はめちゃめちゃいいけど、はい、超癖やろうみたいなパターン。っていうパターンも結構、別に、ざらにいるというか。 まあでも、そういうやつは排除したいっていう思想があるんだったら、それは正解かもしれない。いや、いやーどうなんですかね。<laughs> でも、はい。それはせいで、なんかこう、真面目で、ずっと頑張ってきた人だけど、まあ、あの、お金、そんなにないよねっていう人が、まあその学費の値上がりによって結構、まあ、しんどい思いしてるんで、それはまあ、もちろん東大生って、基本的には、まあ高、ね、高年、うん、高所得じゃないですか。はいはいはい。 だから基本平気だけど、基本平気がゆえに、平気じゃない人がすごいしんどい思いをするっていう、そういうシステムですよね。もうまだ、あ、このなんか、入学して親が破産とか失業とかでも、なんか、東大レベルだったら奨学金申し込みはどれか引っかかるでしょっていうので、奨、うん、学金申し込むのはめ面倒くさいとか、それはしょうがないとして、はい、だから本当に金銭で困ることが果たしてあるのかっていうのは、なんか、ちょっと僕は思す シンプル返済義務があるものを借りるって時点で結構、なんか、しんどい気はしますけどね。気持ち的に。でも。付金とかされたことありますな,ないっす。一応ないっす。あないっすよね。僕もないんですけど、<laughs> なんか、こう返さなきゃいけないものが溜まってるっていうの、なんか、重荷になりそうだなとか思うんですけど。あ僕、重荷になるのが分かってるんでしないですね。ああ、なるほど。うん。それがなんか強いられてるわけじゃないですか。奨学金とかって。 せざるを得ないといとうか<ー>みんな借金なくのほほんとなんなら大学の授業だるいから切ろうぜみたいな大学生がざらにいる中で、うん、こう自分は借金をしながらそこに通ってるっていうそのギャップが結構なんか、うん、心理的負担になりそうですけどねでも返済しなくていい奨学金とか取れるもんでもないんですか人によりますね多分ほう,うまくめっちゃ頑張れば取れるのかもしれないですあ,ありがとうございます、えー thank you